さあ、始まりました。田辺の和室。ああ、始まりました。どうも、こんにちは。あ、和室にお茶がないなと思ったときに、こちらを聞いたら、潤いを、田辺です。皆さんの心の隙間を広げます。坂よりです。あ、ダメだよ。隙間広げたら。いやもうだ、隙間じゃなくていいほど広がったらさ、もうもはや、何を言いたいのか分からなくて。隙間ダメだよ。もっと広がったらさ、なんかもっと。逆にね、なんかその空間が楽しめそうな気はしてきたね。隙間っていうのが良くないのかなと思って。ああ、確かに。隙間って、を広げたら空間になる。そう、心の空間を広げて、私が広げた心の空間をね、皆さんの好きな時間に当ててほしいなって。ああ、確かに。ちょっと難しい。私、そんなできちゃった。でも、隙間より空間の方がいいよね。そうそうそう。だって、素敵空間とかあるよ。そうそうそう。なんかね、隙間っていうのが良くない。心の隙間、隙間って何なんだろうね、心の隙間って。なんか隙間っていうと物足りなさ感じない。もう。ってことはでもその隙間以外は埋まってんのかな。うん、埋まってるよ。うん、だから、こう、お昼ご飯何食べようかなとか、あとは来週までにこの仕事しなきゃっていう心のちょっとした空いてる部分が隙間。うん。隙間広げた方がいいね。広げたらその分またなんか新たなことに挑戦していけるかもしれない、ね。確かに。そうよね。私、ちょっとさ、今さ、私たち激アツなものがあるじゃない。うん。今日はね、それについてね。ね。何でしょうか。テニスの王子様、うん、あの本当はね、一回そのテニスの王子様のやってる映画の龍馬を見る前に、うんうん、偶然なんかテニスの王子様の話をしてるのを録音してたんだよね。そう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 。だけど田辺さんが見て、で私に勧めて、で私も見たら、ちょっと前録音してた時の、うん、もうこんな熱量じゃないよねって。そう。だからこれはもう撮り直しだよね。この撮り直すほどのね、ただの話って撮り直すようなものではないんだけどね。そう。別にあのまんま流してもよかったんだけど、ちょっとね、私たちの気持ちが収まらなかったよね。そうそう、私たちがね、ちょっとこんなもんじゃないよねってそうなってさ、田辺さんで、めちゃくちゃちょっとスケジュール的に今忙しいのに、この隙間だって、うん、また隙間出てきちゃった。この隙間の時間1時間だったら、テニスの王子様取り直せるっていう。どうしても、うん、どうしてもね。うん、いや、そもそもさ、見に行ったきっかけ、私の休み、そう休みどうしようってなってさ、今日どうしようってなって、最初のきっかけは、まあ、最初のきっかけは坂よりさんだったよね。そうそう。なんか、ヒロアカ見に行くか、そう、龍馬見に行くかで、ヒロアカの時間帯がめちゃくちゃ朝早くて。時間合わなかったんだよね。そう。で、あ、もうダメだって。ヒロアカ見に行けないってなって。うん。そしたら、坂よりさんが一言、龍馬見に行ったらって、いきなり。そうよく、だってその時坂よりさん見てないんだよ。そう。私見てなかったんだけど。見てないのに、龍馬見に行ったらってなって、えってなって。そう。田辺さんがね、調べたら、ちょうどいい時間にね。そう。ちょうどいい。隙間にね。そう、隙間にまたね、こう、また隙間出てきちゃう。
ここで龍馬行けるってなって、で最初は怖かったよ。怖かった。うん、だって私テニプリさ、うん、ちょっとしか見たことなかったから。あれ、田辺さんはテニプリは読んではいたの？読んでたっていうか、いや本当に連載当初読んではいたけど、ジャンプで、うん、確か、だけどずっと追ってたわけじゃなくて、あ、途中で終わやめちゃったのよ多分、見るの読むの、うん、で、そっからもうずっとわからないまんまで、うん、でアニマックスでたまにねテニプリやってたのよ、うん、だからまたそれも隙間時間にタイミング合えば龍馬見るって感じで、テニプリ見るって感じで、うん、飛ばし飛ばしって感じだったの。うん、だから何人か知ってる人はいたんだけど、本当に、うん、本当にまだまだだねとか、うんうん、しか知らなくて、あと阿久津。なんで、まあ、なんでそこ知ってたの？なんかほら先輩でさ、いたじゃんというか、先輩でいるでしょ。大志子さん。そう、うん、すごくお世話になってるね。うん、で、あ、阿久津さんだって思いながら。同じ名前だって。そう、阿久津大志子さん思い浮かべながら、うん、その阿久津を見てたの。うん、だからすごく覚えてて、うん、本当知識はそれだけだよ。で、アトベ様がかっこいいっていうことを知ってるってだけ。あー、ね、田辺さんは、アトベさんは大好きだもんね。あー、かっこいいよ。何せね、私バレンタインに送ってるから。そうです、田辺さんね、アトベさんに送って、その時なんかお返しもらえる企画みたいなのやってたんだよね。うん、そう、確かね。そう、バレンタインデーに送るとキャラからお返しがもらって帰ってくるっていう。でも田辺さん帰ってこなかった。送ったのに。そうそうそう。まあ本当にね、知識といったらそれだけなの。本当に。ああ、ね、うん。だからでも映画の冒頭3分間を公式さんが流してくれてて、うんうん、でなんだこれってなったの、うんうん、最初の3分でちょっと引きつけられたのよ。あ、予告を見て、うん、どんな映画なのか。そう、田辺さんがそう、予告、龍馬の予告見てよって私に教えてくれて、うんうん、あ、でなんか面白そうと思って、うん、で、あ、じゃあ龍馬見たらって、うん、ほんとね、あれでちょっと人生変わった、あの一言でね。龍馬見なよで、龍馬見なよで。すごかったもん、うん、見に行ったら、うん、ってなって、うん、なんかもう時が過ぎるのが早すぎて、うん、なんか映画見終わった後すごい爽やかな気持ちになったの。うん、なんだろうこの気持ちはと思って。で、とりあえずね、うん、どうかもう坂寄さんにも見てほしいから。いやー、ほんと、そう、田辺さんが見終わった後も、龍馬見た、見て、みたいな。見た、見たよ、見て、みたいな感じ。そう。めちゃくちゃね、うん、激推ししてきて、そう、うん、すごかった。だって知らなくても、うん、こんなに楽しいんだから。うん、だって坂寄さんは話知ってるでしょ、その無印か。そう、普通のテニスの王子様は一応最終回まで読んで、うんうん、読んでる、うん、うん、だからこそ余計見てない私がこんなに楽しいんだから。うん、知ってる坂寄さんは一体どれだけ楽しいのか。うん、そう、だからもう本当田辺さんから、田辺もお願いだから見てくれぐらいの、うん、お願いだからお願いだから見てくれみたいな感じで、うん、でもうそんなに面白いのみたいな感じになって、だから私も
もう数年ぶりだよ、映画館で映画見たの。そうよね、最後に見たのがドラゴンボール。そう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 。だ、田辺さんとドラゴンボール見て、そっからよ。で、映画館、そう、ね、そう、私も隙間時間を見つけて、あ、この時間ならいけるって。隙間に龍馬挟んで。挟んで。なんとも、もうすごいよね。いや、すごかった。あれは本当に見た方がいい。うん。本当に見てとしか言いようがないよね。見て、本当見て、それ。私も見終わった後、その自分も一緒にそうテニスをしてた気分になったのか、あの、うん、映画館 の, あの階段、うん、からちょっとこの転んだもん。ゲームし終わったの。テニスのプレイした後ぐらい足震えてて。ちょっと転んだ。転んだのダサいね、ちょっと。ちょっとダサかったね。いやー、でもね、やっぱ、長寿コンテンツでしょ。うん。20年ぐらい。だから、私が、本当に、中学1年生の、だから、龍馬と同い年ぐらいの時に、始まった、うんうん。なんかめちゃくちゃ、だから、テニス部、多かったもん。うん、その、テニスの王子様の影響で。そうよね。だから20年前だから私17、18なのよ。うんうん。あ、ちょっと年上か。そう。だからさ、うん、その、でも、高校の時にテニスの授業があったの。うんうん。で、その時はさ、もうラケットは持ってるけど、うん、もう球も打たず友達と喋る。もうテニスの時間は、うん。友達と喋る時間に当ててたのね、やっぱ。うんうん。ほんと、あとは、一球打って、ちょっとホームラン打っちゃって、球拾って、もう、打って拾って、打って拾って、ラリーも続かないし。うん。なんか、もし、テニプリを見て、うん。授業をやってたら、変わってたんじゃないかと思って。ああ。それは。テニスへの興味ね。うん。私、今、32?うん、歳なんだけど、あれ32歳私。いや、そうよ。多分私と同い年の人全員、多分テニスの授業でスネークの練習してるよ。多分32歳は絶対全員ね、スネーク一回打とうとしてる。本当。マジで。2歳は。そう。いや、本当ね、中学時代をちょうどテニスの王子様。だから、キャラクターと同じ時に出会えたっていうのはラッキーなことなのかもしれないね。いや、そう。だからもっと早く出会えてればって思ったと同時に、うん、でも今私はまたアニメを見返してんのよ。うん、で、その無印がテニスの王子様が170何話あるわけよ。うん、やっぱそれでさ、ずっと楽しめるでしょ。うん。で、それが終わってもまだ新テニスの王子様があるでしょ。うん。やっぱ、長く愛されてる作品を好きになるとさ、うん。いいよね。うん。いっぱい、うん。いっぱいそれこそ隙間時間を埋められる。そう、だからすごいなって思うのが、テニスの王子様ってさ、あの、あ、テニプリ好きだったじゃなくて、あ、テニプリ好きだよってずっとさ、そう。わかる、わかる。そう。ずっとさ、あの、過去じゃなくて好きですの状態なんだよね、ずっと。そうなのよ。これすごくない、うん、すごいよね。そうなのよ。だから私がちょっとツイッターでテニプリで大騒ぎしちゃった時、うん、してた。すごい騒いじゃった時に、やっぱ、劇場の方も、うん、女性の方が、実は私もテニプリ好きなんですって言って、うん、そこで話があってさ、うん、あと、うん、男の子も結構、うん、後輩の男芸人も見に行ったんですかって言って、うん、声かけてくれる人が結構いて、
この作品は女の子だけじゃなく、うん、男の子にも愛されてるんだと思って。ああテニスの王子様でもなんか本当にさ、人を幸せにする作品だよなっていう、うん、なんかね、うん、言い方難しいな、うん、幸せにするっていうか、そう、うん、嫌いな、あれ読んで嫌いになる人いるのかなって思っちゃうぐらいいいよね。うん、うん、いない。だからいろいろやっぱハマると私も調べちゃうからさ、うん、で調べるっていうか、まああとは友達とかもやっぱ結構オタク気質の子が多いから、うん、いろいろ教えてくれるんだけど、うん、なんとあの大坂なおみさんが、うん、龍馬のことを、うん、マイハズバンドって言ってるらしくて、すごいね、すごくない？だからその現役のすごいテニスプレイヤーの人も、うん、テニスの王子様はやっぱあの、うん、いい作品なんだっていう。そう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 、うん、すごくない？すごいよね。うん、あでもかっこいいもんね龍馬。かっこいい本当にさ、うん、でも中学生だって忘れるね。あー忘れるかも。でもなんかそうだね、忘れるね、うん、うん、テニスの王子様のキャラはそうか、みんな中学生なのか。うん、中学生なんだよ。うん、私もじゃそっか倍以上生きてんのか。うん、そうよね、中学生だよ。ちょっとみんなかっこよすぎない？うん、かっこいい。いやほんとちょっとでも、うん、あと私のその好きなアトベ様のキャラというか、うん、アトベ様のことをまだ私は入りしか知らないから、うん、なんか私の思い描いてるアトベ様は、うん、本当に今みんなが思い描いてるアトベ様なんだけど、うん、1話から見てると、あ違うよ、最初ちょっと違かったよね。違うよね、ちょっと今のなんかこう今のアトベもやっぱアトベがこうちゃんとなんていうの、いろいろね経験してった上での今のアトベになってるよね、うん、だから私は知らなかったけど、うん、テニスの王子さん、うんうん、アトベ様ってこうだよねっていうのは知ってたの、うんうん、だから最初見てちょっとあ違うなってなったけど、うん、まあでもそのやっぱアトベ様も成長してってるんだなと思って。うん、そうだからなんかみんなさ、その最初からめちゃくちゃテニスうまいのにさ、うん、なんかその中でもさらに努力をしてるよね、うん、そうだよね、そうなの、ね、あとね、あなんか今言おうとしたんだよな、あなんだっけな、アトベ様のことじゃなくて、ああまあなんか言おうと思ったんだよ、アトベ様のことじゃなくてなんだっけな、田辺さん、わあ何を言おうとしたんだ。ああ、全然出てこない。今言いたいことあったのに。あのそんな、あの、ドーナツ食べながら喋ってるからだよって。いや、そう、ドーナツ、蜂蜜ドーナツね。蜂蜜ドーナツ食べ。アメリカみたいな。うん。うん、なんだっけな。でもさ、聞いた話によると、うん、そのキャラクターうん、についてすごく事細かく設定がある本があるって聞いたよ。あそう、ファンブックあるよね。えそう、何かカバンの中身とかもね、確かそうだって私見たことあるけど、何かそのそれぞれのキャラクターの
カバンの中身とかもなんか実写で出てた気がする。実写で？そう確か、出てたよ、テニプリのファンブックで。なんかで、なんか身長とか体重とかにプラス、そう、家族構成とかも。そうそうそう。いやー、それはね、まだまだ勉強しがいがあるね、本当に。うん、いや本当にすごい。だって公式追うだけですごいさ。うん、公式っていうか何、あの原作か。うんうん、やっぱ好きなコンテンツが終わった時ってめちゃくちゃ切ないのよ。ああ、もう耐えられない。最終回ってこと？最終回。うん、あーってなってさ、うん、苦しいじゃん。あー、もう終わっちゃうんだって。あ、私あの、あ、最近あの、またあの、最近っていうかちょい前にまた復活したけど、あたしんちの連載一回終わった時、私もうめちゃくちゃあーってなった。ああ、そうよね。復活してくれて嬉しい。そうなのよ、うん。やっぱ、でも続いてるっていうのはね。そう、すごい。なんか、しかもいいタイミングでハマったなと思って、ついこの間、アトベ様の誕生日があって。あ、ね、10月ね。そう。なんか、心の中ですごいお祝いした。うん。田辺さん、すごい。あれ、40何分。あと40何分でとか、すごい中途半端な時に私に、アトベさんの誕生日だとか言って、なんでこんな中途半端な時間で。いや、そう、ちょうど10月3日に、うん、もう寝なきゃって時よ。うん。そう、寝なきゃって時に、あ、うん、あれ待ってってなって、誕生日じゃん、うん、気づいたのが4、7分前だったのよ。うん、で、うん、もうちょっと早く寝なきゃいけなかったから、うん。だからもう12時回った時にはおめでとう言えないから、うん、早めに気づいた瞬間に言っといた。でもなんかあれ、田辺さんも誕生日10月じゃん。うん、なんかさ、好きなキャラとさ、あの同じ月に誕生日ってちょっと嬉しくない？そう、嬉しい。ちょっと嬉しいよ、ね、嬉しいよね。うん、あ、一緒だと思って、なんか勝手にさ、うん、あの真ん中バースデーとか考えちゃったよね。でも、アトベ様もだけどさ、手塚部長も誕生日じゃん。あ、10月か。そう。なんか、わーって、うん、なってさ。いいね。ぼる塾からは田辺さんとあんりちゃんで。そう。あ、ほんとだよ。だって、あんり、手塚部長と一緒の誕生日だよ。うん、すごくない？すごい。いいな。いいよね。これ、いいな。うん。羨ましいんだけど。うん。私は、あの、あ、全然テニスじゃないけど、私はあのジョジョのボブのね、あのジョルノと同じ誕生日だから。あ、いいね。そう、4月16日はジョルノと一緒。ああ、ジョルノいいね。うん、いやでもジョジョもさ、うん、6部アニメ化するからちょっとそれも楽しみなんだよね。ね、わあ、ちょっとまたジョジョの話もしたいけど、うん、テニス、いや、そうテニスがさ、なんかこう熱くなりすぎてさ、なんかうまく語れないのが悔しいよね。うん、そう、なんかでもさ、結果さ、行き着いたところはさ、あれじゃない、うん、なんかテニスで全てを救えそうな気がしてくるよね。うん、なんか、うん、世の中の全て、そうなんだよね。なんかね、本当テニスで救えるという、なんていうか、もうさ、龍馬とかがさ、そのテニスをすごく好きっていう気持ちが伝わってくるんだよね。うん、そう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 、うん、そうなのよ。うん、でなんかテニスの王子様のファンの人たちもさ、うん、なんかすごいテニスのその龍馬の感想を私もちょっと自分がハマったからちょっと気になって調べてた、やっぱみんなすごいさ、楽しいっていう気持ちがさ伝わってきて、なんかいいよね。いいよね、本当に。このこれが皆さんの元に届くときに、まだやってたら絶対見てほしいんだけど。いや本当に見てほしい。なんかね、本当一面ひまわり畑に
立ってるような気分になった私は。そう、なんか爽やかだよね、うん、すごい爽やか。なんかこんな爽やかなことないよねあんま。うん、でもそれは手塚部長の方を見た時に爽やかだったの私は、うん、あ、そう、2種類あるんだもんね。そう、私はそうディサイデッド、ディサイ、なんか2個ある、グローリーと。そう、私はその時間帯的に手塚部長が見えるとか、うん、そう、手塚の方を見てめちゃくちゃ爽やかな気持ちになったんだけど、うん、また違うんでしょ、アトベの。そう、アトベ様の方を見ると、うん、なんか心躍るというか、うん、Nobody knows。 なんか本当にそんな感じだったんだよね。心躍ったんだよ。そっちもそう、そっちも見たいんだけど、ちょっとね、隙間見つけてね。まあ、隙間を見つけて。うん。そう。あ、そう。そう、全く今、そう、龍馬いいなって言ってるけどさ、うん。全然ストーリーの説明をしてない。いいな、いいな、したけど。いいな、しない程度に、ちょっと。うん。まあ、冒頭はね、もうこれは公式でアップされてるから。うん、言ってもいいけど、うん、テニスコートでみんなが歌ってダンスしてるよね。うん、そうそう、一応言う説明すると、まあ、ネタバレじゃない、龍馬がタイムスリップしちゃうんだよね。うん。これって別に問題ないよね。言っても。問題ない。よね。うん。そう、なんか龍馬がそのアメリカ、一応原作の無印が終わった直後の話で、うん、アメリカに武者修行に行った先で、同級生のさくのちゃんと一緒に、うん、なんか変な不良に絡まれたかなんかして、で、そのいる、そのなんかいろいろあってタイムスリップしちゃって、で、お父さんが現役のテニスプレイヤーだった時にタイムスリップしちゃうんだよね、うん、そう、そう、で、お父さんの現役時代の試合が見れるっていうところでお父さんに会いに行くんだけど、そっから事件が起きてくんだよね。そう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 。あ、今のすごくいい説明だね。田辺さん、このままだと歌って踊って、ね、歌って踊って、うん、田辺さん優しいからすごいさ、ほらネタバレをめちゃくちゃ気にする説明の仕方。うん、うん、そう、あとラップ、うん、ラップもこれ公式で、うん、動画が上がってるから、うん、見てほしい。あ、で、そこは見て、そう、なんかミュージカルなんだよね。ミュージカルがちょいちょい挟んで、そう、盛り上がるシーンだと、その試合しながら、うん、龍馬が歌ったりとかするんだよね。うん、そう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 。こら、見てほしいよ。うん、いや、本当に楽しめる。本当にテニスの王子様見てない人も多分楽しいよね。うん、私、私。うん、だからこれが本当に DVD とかブルーレイ、うん、円盤化が決まってくれればね、うん、毎日見ちゃうよね。なんかこう起きたらすぐになんかとりあえずつけようかなってなるよね。うんうん、それこそ隙間時間にもちょっとあのシーンのこの曲だけ聴こうとか。ああ、そう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 、ね、そうなるよね。なるなるなる。めちゃくちゃみんな、ね、うん、みたらしもさ、最近よく歌って踊るじゃん。歌って踊る。だからさ、龍馬流したら覚える可能性あるよ。踊るかな。うん、うん、踊るよ。踊らせちゃおうかな。いや、だって私さ、うん、その全然オタクじゃなかった頃、うんうん、それでもカウントダウン TV 見てると、うん、キャラクターの歌がランクインしてたの。うん。なんでって思って。うん。
あ、テニスの王子様の。そう。え、うん、だって昔さ、私と田辺さんでその何よくそう漫才の ネタ合わせとかカラオケ利用してたんだけどさ、うん、あの私が歌ってた曲をさ、田辺さんがさ、あ、これえめっちゃいい曲じゃん、誰のって言ったのが、うん、あの青春学園の大石のあの恋風っていう歌で、これでもめっちゃいいよねあれ。あれマジいい歌だった。そうだから私と田辺さんの前のコンビの猫塾の時の単独の時に恋風流したもんね。流した。いや本当聞いてほしい。本当にすごくいい曲だから。いい歌だよね。いい曲本当に。あれも爽やかじゃない。うん。なんかそうあれ聞きながら私あのさの木とか見上げてたもん。あでもその気分はわかるよ。うん。なんかあとテニプリのファンの方々はとても優しい。ああ優しいよね。そうあの私がやっぱわからないことだらけだから。うん。やっぱプロに聞いた方がいいなと思って。うんうん。そのいろいろね教えていただきたいっていうことをツイートしたの。うん。みんないろいろ教えてくれてさ、うん、いい曲だったりとか、うん、だからまだそこのレベルまで追いついてないけど、おいおいはねそっちもね、うん、うん、いや手を出していきたいよ、うん、いやもう本当めちゃくちゃ楽しめるよねっていうかもう本当、うんうん、本当に、うん、すごい。また、また30分ぐらいちょっと経っちゃったけど。そう、なんかね、全然うまく説明できないのが悔しいけどさ、うん、熱量はこの前より全然違うもんね。全然違う。ね、なんか、うん、前回はなんか、田辺さんのマーネーで、なんか、五感を奪うとか、そういう話をしててな。ね、でもさ、ゾーン欲しいよね、うん。ゾーン欲しいよね。ゾーン。うん。ほら、手塚ゾーンはさ、引き寄せる。うん。田辺さん。私もさ。田辺さんも全部田辺の和室に。うん。田辺の和室。ゾーンは、田辺ゾーン、うん。田辺ゾーンで引き寄せる？そう、あの、すべての美味しいものを全部引き寄せる力が欲しい。もうそれあれだよ、それはもう自分でお取り寄せしてくださいって。ああそうか、田辺ゾーンお取り寄せなんだ。田辺ゾーンお取り寄せだよ。そうよね、そうしよう。いいなぁ、よかったね。うん、よかった。うん、ちょっといや、うん、ね、伝わった伝わって、ね、うまく伝えられたかしら。うん、あと途中何言おうか全然思い出せなくて、今も思い出せないまんまでさ、なんとかちょっと心ここにあらずな、あのあれでしょ、後部後部じゃなくてって言った後の何言おうと、手塚部長とかもう思い出せないからもうねしょうがないよね、うん、うん、思い出したらまた、またこの時間だったらいけるって取り直し、そう、ね、すいません。よし、今日は田辺の和室というより田辺のテニスコートだったかな。ああ確かに田辺のテニスコートだった。いや本当よかったね、うん、これからも勉強していきましょう、うん、テニスは追っていきたいよ。うん、私も一緒に追うから追いかけよう、うん、追いかけましょう、うん、では田辺の和室でした。さよなら、さよなら。